周恩来、東栄町と孫伊予は革命烈士である孫平文の娘で、周恩来の幼女。花し劇の女優及び演出家として知られた。出生時の名前は孫光秀。1921年に中華民国の四川省南京県で孫平文と与えむめの間に生まれた。1934年12歳の時、 北京の海満女子中学校へ入学。14歳の時に母と共に上海へ行き、上海アマチュア演劇人協会に加わると共に、東方劇者の進歩演劇活動へ参加した。京秋霞主演の映画、厚祭戦に出演。1937年、兄の孫康志よと共に、武漢の八祖寺軍事務所へ行き、翌年に16歳で中国共産党へ加入。 日中戦争が勃発してからは、上海儀劇会急防演劇隊へ参加した後に、延安で学んだ後、1939年には、周恩来の指示で、延安からモスクワへ留学、演劇を学んだ。留学期間中にはソ連で、戦勝療養を行っていた林表から口説かれたが、受け入れなかったと言われる。1946年に帰国した後、評価なり、リ、調整かおる。 各乱英と共に、延安次第美女と呼ばれるようになった。その後、中国人民解放軍の文工団へ参加し、陝西省、山西省、河北省へ従軍し活動した。1949年12月には、ソ連へ向かう毛沢東にロシア語の通訳として随行。この際、毛沢東は、ソニヨと強引に男女の関係を結んだと言われている。 1950年には中国青年芸術劇員の演出に任命され、ポール・コルチャー・ギンでは女優権演出として活動した。また、既婚の俳優である金山と恋に落ち、結婚した。文化大革命時代には女優としての名声の高さと毛沢東との男女関係から後世の嫉妬を買い、迫害を受けた。孫予は養父である周恩来が署名した。 逮捕状をもって、北京公安局の留置場に送られ、1968年10月14日に、獄中で死亡した。遺体は一体の手枷と足枷のみ身につけた全裸の状態であった。一説には後世が刑事犯たちに、尊与の衣服を剥ぎ取らせて臨館させ、臨館に参加した受刑者は、原型を受けたという。また、遺体の頭頂部には一本の長い釘が打ち込まれて、 いたのが見つかった。これらの状況から検視を要求した、周恩来に対し、遺体は等に焼却されたという回答のみがなされた。孫与の妹であった、孫真与は、後に、金山と結婚した。ありがとうございます。